今日のモンキー。タンクのパテが気に入らない。ピン株計画。ひたちなかガレージセールなどで部品調達。こんにちは、旦那です。ひたちなかガレージセールに行きようよーと言ってみました。結論として、アップガレージの方が好きですね。物は経験、ワクワクすっそー。2020年8月14日朝4時過ぎ。高速道路をかっ飛ばしてひたちなかガレージセールに行ってみました。初参戦の旦那は、ガチで買い物するつもりでワクワクしています。およそ4時20分過ぎ、入ってもいいよって合図で皆さん一斉に動き出しました。旦那も負けずと動き出します。お宝を見つけて帰るぞー。会場では2ほどき前のトラックに詰め寄る強者どもの群れ。旦那も負けていられません。本日の狙い目は太足用のホイールとキャブレター。いいものを見つけたら即買いです。周りを見ると朝一番は部品よりも車体が人気なようです。これは、ちょっと違うなぁ。それでも部品を探し回ります。などと言いながらいい感じのダックス70に目を奪われました。すでに明るくなり始めていますね。まだまだ勝負はこれからです。4ミニの部品ないかな？カブのスイングアーム発見。横型エンジンの部品発見。キャブレター見つけました。ちょっとでかいかな？ピン株だったら使えるかも。ホンダ純正パッキンセット発見。ちょっとよそ見した瞬間に他の人に持っていかれました。これは全く興味ないやつっぷー。ゴリラタンク発見。ピン株のサブタンク用に使えそう。おとといヤフオクで買っちゃいましたよ。本日の戦利品。12V 株のメインハーネス一式とようやく見つけた PC20。帰宅後ヤフオクで購入した部品が届きました。じゃーん、素性のはっきりしている中華ゴリラタンク。もちもちちもちさんが出品したやつです。これで送料込みで1000円ちょっと。ガレセよりも安いですよ。このロゴ作るの苦労したんだろうなぁ。もちもちちもちさんが失敗して穴開けたのはここですね。補修されていました。ご苦労様です。その他最近入手した部品関係。古くなったリアボックスと便利用のシート。アップガレージで購入したステムナット2種類とインマニアダプター。径は小さいですが勉強用に買ってみました。さすが本物は作りが違う。穴広げて使おうかなっぷー。それと、ついつい買ってしまった、古い株のフロント周り。サビは出ていますが状態は悪くない。ぶと足作る時の勉強用に使ってみようかなって考えています。このサス取り付け穴って古いタイプの株ですよね？他の方の動画で見たような気がします。ベアリングレースはゴミですね。300円っていいのかな？時間は少し前後しますが、株仲間がツーリングに行くって話を聞いたので、お見送りに来てみました。旦那の株は現在バラバラなので一緒には行きませんが、集合場所が近くだったのでゴリラで来てみました。こうやって見ると新しい株が多いんだな。今集まっている中でキャブはこのリトルと旦那のゴリラだけ？
この2台はいつも並んで止まっていますね。ふう、見ていてなんだか楽しいです。今回初登場のカブもいます。この色使いかっこいいなぁ。旦那のゴリラだけ浮いていますね。みんな同じようなエンジンのはずなんだけどなって一瞬考えたのですが、変更型のエンジンはよくわかりません。このカゴかっこいい。自転車用のカゴらしいです。個人的にクロスカブは大好きな形。仲良し2台っす。よく見ると細部にこだわりがあるようですね。この色真似てみようかな。タミヤのステッカーが可愛らしいですよ。次回ピンカブ全塗装するときはこんな感じにしましょう。ゴリラは掃除もしないで乗ってきちゃいました。汚れているから港並べるの恥ずかしいなぁ。ツーリングに出発のお時間となりました。旦那はここでお見送りします。無事に楽しい時間を過ごしてくださいね。画像ではわかりにくいですが、みんなニコニコです。次々と出発を見送るのもちょっと楽しい。動くときはエアサス上げているんですね。いってらっしゃい。さあ帰って株をいじろう。ゴリラくんお待たせしました。やっぱり旦那のゴリラが一番かっこいいって思ったのはここだけの話です。今日も暑いですねー。なかなか作業に取り掛かる気がしません。うろうろしていたらカマキリの幼霊を発見しました。小指の先ほどの大きさですが、しっかりとカマキリです。なんだか綺麗だな。ピンカブ計画、気づいたら今回は全く作業していませんね。ひたちなかガレージセールは足元見たような金額設定ばかりで、期待していたほど戦利品がありませんでした。旦那の場合はアップガレージの方がいいもの安くてに入るのでは。盆休み期間で株を動くようにしたいなぁ。ワクワクすっぞー。ついつい時間を忘れてカマキリ観察しています。こんな時間も大切な時間ですよね。カマキリのお尻って上向いているんだっけ？次回予告。最後までご視聴ありがとうございました。出来たてのサブフレームを加工しています。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。皆さんの応援が励みになって猛暑を乗り切れそうです。行き当たりばったりなのはいつものこと。リードうまく出ているんじゃない？